ハニオンベリーのウクレレドキ。皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から18時はハニオンベリーのウクレレ時、2時間テレワークでお楽しみいただきたいと思います。はい、本日は放送半年を過ぎまして初のスペシャル番組をさせていただきたいと思います。ゲストをお招きいたしまして、ギフトボックススペシャルをお届けいたします。それでは今日もメッセージの送り方をご紹介いたしましょう。はい、まずハニオンベリーのフェイスブックページがございます。こちらの方からメッセンジャーでお送りください。そしてハニオンベリー公式ページがあります。こちらは https://honeyonberry.club、 こちらにメールフォームがありますので、メールフォームからメッセージリクエストお送りください。インスタグラムはyuri_honeyonberry、 そしてツイッターはハニーオンベリー、こちらからもお送りください。コマラジにお送りいただく場合にはtuesday@komae.fm、 メールタイトルには必ずウクレレ時と明記してください。とおはがきも募集しております。はい、そして今日はですね、スペシャル番組ですので、もう早速スタジオの方にお返ししたいと思います。では今週もギフトボックススペシャルからお楽しみください。しょうちゃんよろしく。ハニーオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日はスペシャル版としてお届けしたいと思っております。ゲストは新宿ボーカルスクール校長の川上二郎さんです。二郎さん、こんにちは。どうもこんにちは、川上二郎です。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、はい、二郎さんに自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、98年に、はい、クスクスというバンドでデビューしまして、はい、で、27歳の時ですね、に、ソロになりまして、そこからは、はい、ソロの活動と並行して人の、楽曲プロデュースであったりとか、うん、それから歌を教えるのとかを始めて、で、まあ今、その傍ら、自分の歌のスクール、新宿ボーカルスクールというのを始めて3年目になります。あとはなんか東京 MX でやってる踊るポリタンってわかんないですよね。南さすがさんっていう振付師の方の、やってる子供向けのダンス番組がありまして、はい、それの、見たことあります、それ。あ、それの音楽全部俺がやってます。はい、あ、すごい。とかそういうようなクリエイター仕事をもうちょいちょいやって。へぇー。はい。そうなんです。二郎さんをこの私たちのね、はい、番組にお呼びできるいきさつといいますか、私たちが出会えたいきさつを、ではちょっと、はい、かなちゃんお願いします。そうですね、はい、出会いはですね、はい、ちょっといろいろ見てみましたら、はいはい、去年のですね、7月9日でした。うん、あれは。ね、まだ1年経ってないですよ。1年経ってないんですよ。びっくりしましたよ。あれと思って。なるほど、なるほど。あの日はですね、私たちがやりました、はい、日比谷野大音楽堂でやりました、はい、ヤンウェイカモンの、はい、告知の YouTube を、はい、配信番組をやってみようって言って始めた初日のゲストに二郎さん来てくださったんですよね。そうですよね、はい、第1回目のゲストさんが中身二郎さんということで、だからあれですね、ヤンウェイカモンのスタッフともどもまだ何にもこういろいろ配信の機材とかいろんな勝手がわからない中で、はい、みんなであわあわしながら、そうです、そうです、とりあえず7時からだからみたいな。いや、それすごい覚えてます。ものすごいみんなあわあわ、本当あわあわしてたし、そんな風に配信するのも生まれて初めてな、ひよこなはみんなで始めちゃったので、ひよこたちが集まってたので。そうなんですよ。いやでもね、お二人は、立派に MC されてましたよ。俺だからなんかね、
あの、お二人は、そういうなんか MC のお仕事とかやってる人たちなんだろうなって思ってました。いや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 。とんでもない。とんでもないですよ。ね。あの日、多分収録始めようっていう直前に、豊作プロジェクト CEO の秋田さんが、ウクレレで、ポロンポロン、やおやかも、こんな感じでいいかなみたいなことで、テーマソング的なものができ、急に歌いながらスタートするっていう、とてつもないスタート方法でした。いやー。そして、あの、思いがけなくね、そういう名曲も生まれて。名曲も生まれて。あれね、あの、秋田さんとは、うん、僕はね、そのデビューした当時、デビュー前からか、はい、秋田さんとは僕はね、17歳の時から知り合いなんですよ。そう。え、ジローさんが17歳ですか？そう。だから初めてライブハウス出た頃、ね、に知り合って、はい、あの、秋田さんのいろんな音楽やってる現場とか見てますけど、はい、その秋田さんのキャリアの中でも一番いい曲ですね、はい、あれは。本当ですか？あれ一番ですね。いろいろ曲ありますけど、はいはい、うん、あれは誰も超えられないな。いや、奇跡の一曲が生まれたわけですね、あの時。そうなんですよ。すごい。で、まあそんなのことがあって、その、はい、あの、ヤンオエカモンの時に、あの、いろんなコーナーをね、作るの中で、はい、ジロー、そういえばあの、アニメ、あの、歌ってたよね、みたいな中から、はい、ちょっとジローのコーナー一つ設けたいんだよね、って言って呼んでいただいて。はい。はい、あれはどのくらい前にオファーがあったんですか？あの、いらしていただいたのが7月の第1週だったんですけど。ね。直前ぐらいですか？そうですね。結構直前だったと思う。うん。そうそう。でも俺がライブやったりとかした時には、割と秋田さん顔出してくれたりとか、はいはい、最近どうしてんのって言って、ちょこちょこは連絡取ってたんですけど、うん、あそこで急にまた大接近しましたね。そうですよね。はい。で、だから、あの、ハニー&ベリーっていう二人だからって紹介されて、で、ウクレレをやって歌う人たちがどうかもまず知らないし、で、なんで二人で名前ついてんだみたいな。そうですよね。どうも、はじめまして、みたいな。どうも、みたいな。本当です。ねえ、うん。いや、でも、お二人の存在がね、この、一連の今回の CD もそうですけどね、今から話すのもそうですけど、はい、どれぐらい秋田さんが助かってることか。そうですね。そうでしょうか。そうですよ。あら。もう、お二人が花を添えてくれてね、なんかこう、明るい楽しい感じで、こう、ムーブメントが進んでいってるじゃないですか。これ、秋田さんだったら、はい、あの、事務所からのね、はい、あの、殺風景な配信で、うん、で、なんとかなんすよね、とかって言っても、その花がない、花が。サングラスかけて出てきて。サングラスかけて、なんももう怪しいおじさんでしかないですから。そう、だからお二人が、はい、お二人がその秋田さんの思ういろんなビジョンを、いろんな方々に、はい、ポップな明るい催し物としてご紹介してるんですよ。私たちが今このコマラジでウクレレ時をスタートできたっていうのは、はい、もう秋田さんが、はい、やりなよ応援するって言ってくださったから始められたんですよ。だから本当に秋田さんもその時にやっぱり自分もねそういうラジオとかで発信していきたいことがあるんだよねっておっしゃって、それで私たちがやるんだったら応援するからやっちゃいなーって飲みの席で軽く言っていただいて、いや本当ですか本当ですかって言って大丈夫かなって。まあ、あの、後から話す僕のヒストリーの中にもたくさん出てくることなんですけど、はいはい、あの、飲みの席とか、はい、あの、なんか、たわいもない話の中から、はい、広がる未来ってたくさんあるじゃないですか。はい。うん。だからそれを、その、ひょんなことからの、ひょんが、ひょんって来た時に、うん、ひょんって掴んだやつが、ひょんって。そう。そのヒョンをね、掴めたやつってのがね、未来が開けるやつなんですよね。なるほど。うん。だからそのヒョンを、なんか、ただスルーしたりとか、飲みの席の話だからってやってると、はい、うん、何にも日常は変わんないですよね。うん。その通りかもしれません。だから、うん、ハニベリはそれをヒョンを掴んだんですよね。うんはい、そういうことでしょうか。ひょんなことを、はい、掴んだんですよ。掴んでいただいたんです。掴んだおかげで本当にいろんなことを経験させていただいてですね。いや、まだね、今話せないいろんなこれからありますもんね、うん、そうなんですよ。本当にそうなんですよね。はい、もう今日はね、そんなことも含めながら、はい、もう2時間丸々川上二郎さん、ゆっくり行こうと思っておりまして。しかも今日は二郎の日。
そうなんですよ。今日この5月の26日に二郎さんをお招きしようって思ったのは、はいはい、今日が二郎の日だからなんですよね。最近誰もそんなこと言ってくれなかったので嬉しかったです。本当ですか。はい、ではこれからたくさんお話をお伺いしますが、はい、まず一曲二郎さんのクスクス時代の曲をかけさせていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、クスクスで地球オーケストラ。はい、では二郎さん、ありがとうございます。若々しい歌声ですね若々しいですね。もう若々しい。これはしかも、はい、ランマ1/2という、アニメのオープニングテーマ曲で作らせていただいて、はい、で、はい、去年の夜音もこの曲を、はい、募集してみんなで歌いました。はいはい、そうですね。そうなんです。クスクスメジャーデビューは89年なんですか ?89 年。89年。89年です。89年。でもね、インディーズで1枚出してるんで、88年なんですよね、うん、正式な。そうなんですか。うん、18の時二郎少年は18歳の時に札幌から東京へ来たんですか ?17 ですね。16.5 ぐらい。すごい若い頃に。そう、北海道は、はい、東京と違ってね、音楽番組っていうのは、いわゆるザ・ベスト10とかトップ10とかあったけれども、はいはいはい、洋楽とか、うん、なんかそういう、なんていうアンダーグラウンドの音楽を紹介する番組ってほぼなかったんですよ。で、ところが、ベストヒット USA だけ夜に流れてて、はいはい、夜中に、はいはい。で、あとはね、ミュージックトマトジャパンっていうね、音楽番組があったの覚えてます？覚えてます。はい。ミュートマと呼んでましたけど。で、そのね、ミュートマンをある日、はいはい、16歳の少年二郎が見ていたら、はい、ファズっていうバンドがありまして、後にこれ知り合うんですけど、俺、はい、そのバンドがファズ16歳にしてデビューっていうのがテレビで流れてたんですよ。北海道行った時に、はい、で、やばいと思って、俺負けてんなこいつにと思ってで、大至急高校辞めて、はい、アルバイトして、はい、で、出てきました。そうなんですね。そうなんです。で、後にそのファズのボーカルの子と、はいはい、なんと同じレーベルのレーベルメイトになって、で、俺はお前のおかげで東京出てくるのを決心したんだからなって言って、すごい。で、いやいや、俺もお前がデビューした時見てたよって。すごい。そんなね、ひょんな出会いがここにもありましたけどね。はい、あ。で、まあ出てきて、はい、1年ぐらいかかってバンドのメンバー見つけて、はい。で、すぐに、ライブとかやり始めて、うん、で、なんか、いろんなバンドの前座やらせてもらったりとか、もあったんですけど、はい、まあ、イカ天に出たりとか、テレビ番組の。はい、そうですね。はい。はい、によって、すげえ動員が増えて。でもあれですよね、実際、イカ天には1回しか出てないっていう。そうです。しかも、あの時もう CD 出してました、実は。いろんな大人の事情で出されたみたいな感じ。いやいや、あのね、新宿ジャムっていう、うん、それこそ秋田さんと一緒によくやっていたライブハウスがあって、はいはい、で、あの番組がね、まだ始めて1回目か2回目ぐらいの時は、うん、出演者がまだ玉が揃ってないから、はい、いろんなライブハウスの推薦バンドが出てたんですよ。はい、そうで、新宿ジャムの店長に、はい、ある日ライブ終わってから呼び出されて、お前らさ、テレビ出たくないって言われて、出たい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 って言って。で、出たらあれだったんですよね。はい、へぇ、その時にはもう、はい、すでにキャプテンレコードっていうね、その時にはレコード会社があって、そこでもう録音して、オムニバスアルバムに2曲入るっていうのがもう決定していたんですよ、その時。だからまあただ単純にテレビ出たかったから出たんですけどそしたらまあそういうことになって、なるほど、そうなんですよ。で、それからあれよあれよという感じで、で、はい、そうで19歳でデビューして、その年にもう武道館とかやってましたもんね。すごい、武道館ですか。うん、デビューして1年目ってことですか。そうです、そうです。ひょえー、そうなんですよ。まあアイドルですから。アイドルですよね、はあ、アイドルになりたかったんですよね。っていうか未だに待ってますよ、うん、っていう話なんですけどいや、ですね、僕本当にアイドルにもともとなりたくって、はい、で、小学校6年生の時に、はい、母親に僕ね、ジャニーズ事務所っていうのに入りたいんだって言って相談して、はいはい、そしたら、そっか、じゃあ写真撮って送ってあげるねって言って、はい、家のね、リビングのベランダのところで窓の方を
を見ながら光を差し込む中で、母親から生まれて初めてのアーティスト写真を撮っていただいて。で、お母様も全面応援してたわけですね。そう、そう。東京行くこととかも。そうですね。それで、じゃあ、母さんこれ送っといてあげるからねって言われたきりなんで、はい、俺実は今でもジャニーズからの返事待ってるんですよ。そうなんですね。そうです、ずっと待ってます。お母さん本当に送ってくださったかな。そこ、うん、そうなんですよ。そこでちょっと怖くて聞けない。そうですね。でももう今この二郎さんがいらっしゃるので、あのジャニーズの返事は待たなくて大丈夫だと思いますから。そうですか。そうすかね。待ってるんだけどな。だから城島くんとか見てると、特に、城島くんとか見てると、はいはい、同じ年だしね。そうですよね。うん、ちょっとなんか複雑なんですよ。何が違って俺がここにいないんだろうな、みたいな。いや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 。城島さんの場合も、まあはい、アイドルでね、デビューされてますけど、はいはいはい、その後の番組に絡んで、ものすごい資格取ってたりとかされるじゃないですか。そうですよ。そうですよ。だから別に歌を歌わなくてもっていうと変ですけど、うん、それでもやっていけるようにちゃんとこうジャニーズってちゃんと育ててるんだなって思ったりもするんですよ。しっかり立ち位置作っていきましたよね。そうですよね。そうなんですよ、うん、ちゃんとその人その人にキャラクターを与えてるというか、すごいなと思います。ちゃんと、ね、ちゃんと守ってますよね、うん、守ってます。でもね、うん、俺ね、歌番組でジャニーズと一緒になった時怖かった、はい、そうなんですか。ジャニーズは怖かった。え、その時代誰と一緒だったんですか。光源氏です。あー、ローラースケートですね。光源氏、はい。いや、怖かったっていうか、彼らがなんかしたっていうわけじゃなくて、彼らは毎日のようにテレビ局にいるじゃないですか。だからめちゃくちゃ慣れてるんですよ、いろんなことに。なるほど。でも僕らは田舎っぺだから、例えば、あのお化粧するね、あの台に座る時とかも、はいはい、ここ俺たち座っていいのかな、みたいな。ビクビクしてると、ジャニーズの人が、はいはい、ここ一列俺使ってっからみたいな感じでみんなやってて、あ、入っていけない、怖くてみたいな、ありましたよ。いろんなことがあったんですね。ありましたね。多分あの今日のこの2時間のウクレレ時では、はい、とてもとても聞ききれないので、はい、本当今日は触りだけになってしまうんですが、そうですね、もう俺本出しますわ今度。あ、そうしてください二郎さん。本出す、うん、本当それがいいと思います。いろんなことがありました。それでね、今回私たち、はいはい、あの川上二郎さんのスペシャルをやりますよっていうのをね、はいはい、1月ぐらい前から告知をしてたんですよ、はい、そしたら、はい、このウクレレ時始まって以来のメッセージがたくさん来てしまいまして、はい、すごいですよ。もうね、メッセージとリクエストがたくさん来すぎてしまって、実はちょっといただいたメッセージの中でもおかけできない曲が出てくるぐらい、あのいただいたんですね。その中でまず1曲メッセージとリクエストいただきましたのでご紹介させてください、はいはい、お願いします。はい、ラジオネームあめちゃんさんからいただきました。ゆりさん、かなさん、いつも盛りだくさんな楽しい放送ありがとうございます。二郎先生の魅力にどんどん惹かれていっています。今回の二郎デーでさらに深く惹かれていっちゃうと思います。楽しみにしています。いいね。もうハートがすごいんですけど、ハートのハートが。そしてリクエスト曲いただいております。世界が一番幸せな日、よろしくお願いします、はい、ということで、ここでリクエスト曲おかけしたいと思います。はい、これはクスクス時代の曲ということでよろしいでしょうか。そうです、あのメジャーデビューの1曲目ですね、はい、そうですか。ファーストシングルです、はい、はい、ではクスクスのファーストシングルで世界が一番幸せな日。ありがとうございます。若々しいですね、歌い方がね。いやでもね、これね、あの僕今、はい、その新宿ボーカルスクールっていうね、歌のスクールやらせてもらってますけど、はいはい、毎回その初めての人たちには言うんですけど、うん、あの僕がね本当に下手くそだったんですよ。もう今聞いてもらったやつは、うん、下手とかなんとかっていうより、まあ、みずみずしさだけで僕は聞いてますけど、うん、今の、あの、このみずみずしさは僕、今の僕には出せないですからね。はい、それはいいなって思うんだけれども、うん、はい、歌の、まあ、テクニックの面で言うと、まあ、本当に乏しかったわけなんです。うん。うん。で、だからこそ、うん、あれができない、これができない、本当はこんな風に歌いたいのにっていう、習いに来る人の気持ちがすごくわかるんですよ。僕がそうだったから。はい、うん。で、僕が鳴らした先生たちっていうのは、はい、まあ、スーパー有名な人たちばっかりだったんで、
なんでこんなことできないのって、ハテナがドドババっていつも出されて、で、自分がこういうことできないっていうのが恥ずかしくて言い出せなかったみたいな空気があったんですよね。なもんで、僕を教えるときには、音程さえもちゃんと取れなかったんですよ、僕って言って。だから大丈夫って言って教え始めるんですけど。だから、まあ、そのみずみずしさは、はい、あったけれども、いろんなことが足らなかったことっていうのが、どうやって自分の中にこう補ってきたのかっていうのが、あるので、すごく、大切な時期なんですよね、この下手くそだった時期が。そうなんですよ。じゃあ次はみずみずしかった時代を経て、はい、経てソロ活動をし始め、それと並行して、はい、ムイトボニートというバンドを結成されたんですかね。そうなんですよ。そうなんです。はい、もともとクスクスをやり始めた時が、はいはい、ちょっとそこの話に一瞬戻りますけど、はいはい、世の中はね、男子はボーイ、女子はレベッカだったんですよ。まあそういう時代でしたね。はい、そうですね。はい、でそういう時代の中、東京出てきたんです。はい、で、ちょうどね、ボーイが解散って言い始めた頃です。はい、で、世の中のバンドはみんなボーイみたいなのばっかりやったんですよ。男はね。そうですね。で、それを見ていた僕は、はい、この人たちと同じことやっても絶対に人気出ないなって思って、はい、であれば、日本人が今まで、バンドサウンドの中でやってこなかった音楽との融合をなんか発明しなくちゃいけないって思ったんです。はい、で、そこで思ったのがラテン音楽とアフリカンミュージックをロックバンドが吸収したら、音楽的に吸収したらどんな風になるかっていう実験をやったのがクスクスだったの。で、なのでクスクスの音楽っていうのはロックだけれども、はいはい、カリビアンの要素とか、はい、アフリカ音楽ですね。はい、の要素とかが入っているんですね。うんうん、で、クスクスが、まあ、活動停止になった時に、はい、ドラムの誠くんと僕と二人で、はい、で、さらにこのマニアックな音楽性を追求していこうという話になって、で、コメコメクラブみたいなバンド作りたいって言って作ったのがムイトボニートだったんですよね。はいはい、なるほど、うん。そうなんですね。バンドメンバーは、あれですか、はいはい、いろんなバンド活動している方たちと集まってきた。そう、なんか音楽仲間みたいな、うん、人たちが集まってきて、はい、うん、やったん。最初はね、15人ぐらい編成だったのかな。へえ。それがまあ11人ぐらいで固まって、はい、うん、活動してたっていう感じですね。ムイトボニート何年ぐらい実質やってたんですか。ね、5、6年だと思います。はい、そうですか。うん。ところが、はい、やっぱりこのマニアックな音楽やったもんで、どんどんお客さんが離れていってですね。はい、そうなんですか？へえ。いや、でもそこで思い知ったのは、例えば、サルサのリズムであるとか、はい、サンバのリズムとかっていうのは、はいはい、要素として入ってる分には日本人は、わあ、いいねって言って受け止めてくれるけれども、はい、もろにそれをやるとどうやって乗っていいかがわからない。なるほど。それからメロディーラインの作り方も変わってくるんです。いわゆるポップスではなくなっていくから。うん、はい。変わってますよね。変わってます。うん、はい。だから、クスクスでデビューしたアイドル二郎くん、イエイイエイって言ってた人は、はい、なんかちょっと変わっちゃったみたいな。なるほど。なんか難しいみたいな。そういうことですね。あったと思いますよ。そうなんですか。私もゆりちゃんもそんなにクスクスも見てなくて、うんうん、本当にジロさんと知り合ってから、うん、歴史をたどるかのようにそこ、うん、からこう遡って、はい、ムイトボニート時代にやってきて、はい、いやムイトボニートかっこいいじゃんって言って、はい、今ちょうどムイトボニートみたいな20年くらい遅咲きなんです、私たちね。でもどうしてって思うぐらいめっちゃかっこいいんですよ。そう、だから大人の人気はすごいあったんですよ。そうでしょうね。あとだからその日本のラテン界の人たちとか、はい、そういう人たちは、ムイトボニートいいじゃんみたいな言ってくれてたんですけど、うん、でもなんかその僕らの目指してたこととはちょっとなんか変わっていっちゃったところもあって、はい、でそれと同時に、はい、ムイトボニートよりソロの方が後なんですよ。なるほど。うん、で、ある日、ソロのアルバム作ってみないっていう話があるレーベルから来て、はい、ムイトボニートやりながらソロを作ったんですよね。ウォーターっていうアルバムなんですけど、はいはい、それを作ったと同時に、ソロが楽しくなってしまって、
そうなんですね。で、あ、うん、俺のやりたい音楽ここにあったみたいな感じになりまして、そんなこんなで、まあ、ムイトブリンドのメンバーに、ちょっとソロやりたいんだよね、と言って、はい、俺抜けるから誰かボーカルやって続けてよって言って、いやいやいや、君が抜けるなら。そんなジロちゃん、ジロさん。それないよ。いやいやいや。いやいや、後半仲悪かったんですよ、バンドが。へぇー。そんなで。へぇー。そうなんです。バンドって本当にいろんなことありますよ。うん。その仲悪くなったんですよって言ってたのが、だいたい27ぐらいかな。そう、みんなそれぞれメンバーの中で、結婚したとか、子供ができたとか、そう。年ですよね。そう、そんな中で、なんか 100% バンドになんか捧げらんないよ、みたいな。なんで俺はこんなに一生懸命やってんのによ、みたいな。なんかね、そんなこんながいろいろあって、ちょうど一人になりたかったんですよね。そうなんですね。でもね、きっと、この、言い方合ってるかどうかわからないんですけど、はい、クロートの皆さんにはものすごく魅力があったであろう、ミニートボニートの曲を一曲おかけしてもよろしいでしょうか。はい、うん、はい、ぜひお願いします。はい、ミニートボニートのセカンドアルバム、フロールから、波の数。ありがとうございます。はい、マニアックでしたね。マニアックなんですね。はい、この大好き大好き。いやー、ありがとうございます。僕はその天の弱な人で、世の中がみんな、ラブラブ愛してるっていう歌を歌ってる時には、はい、みんな同じようなこと歌ってんの、俺は絶対そんな曲作んないぞって、クスクス自体はそういう曲ないんですよ。ああ、そうですね。で、ムイトボニートになってから初めて個人的にあなたが好きですとか、なんかそういう歌詞を書き始めたんですよね。なんか時代によって書きたい歌詞の内容が変わっていったのかも。そうなんですか。一つお聞きしてもいいですか。はいはい、二郎少年が北海道から東京に出てきたタイミングっていうのは、うん、もう曲作りって始めてらしたんですか。はい、始めてました。始めてたんですね。もう16、17から作ってましたね。そうなんですか。二郎少年が書いてた、はい、さっきね、流しました地球オーケストラだったり、はい、海外一番幸せな日は、うん、10代で書いてるってことですよね。そうですよ、全部10代です、クスクスのやつは。もう二郎少年はどういうことを考えてた少年だったんですかね。とにかくなんか人がやってないような音楽を作りたかったし、メロディーラインとか言葉のセンスとかも、なんか人と一緒が嫌だったんですよね、とにかく。でも今変わりましたよ。人と一緒で平凡で一番と思ってます。本当ですか？でも当時はとんがってたんで、そういう意味でとんがってましたね。なるほど。でも各曲はすごい優しいじゃないですか。すごい。まあなんでかっていうと、なんでかっていうと、そのエレクトロニックなロックではなくって、やっぱりね、世界中どこにでもいるんですけど、例えば、ズークっていう音楽があって、はい、マルチニーク諸島から生まれたダンスミュージックなんですけど、いわゆるラテンのノリではあるんだけども、そこにロックが足されてるもの、みたいな。で、そういうようなね、なんていうのか、ある種ミクスチャーで作られてる音楽にすごく影響を受けて、だからゴリゴリのロックとかって実はあんま聞いてないですよね、僕。だからなんかそういうのを聞いて育ったので、はい、だから僕はね、そういう意味で言うと、すごい根っからの日本人だと思ってるんですよ。どういうことかっていうと、日本人って外国で生まれた何かを自分たち風にアレンジして、例えば掃除機でも何でもいいです。何でも自分たち流にして表にまた海外に輸出したりとかっていうのが、とっても上手な民族じゃないですか。はい、僕はね、音楽に関しても全くそうだなと思うんですよね。だから今現在流行ってるものとかにはあんまりいつも興味がないですね。だけど歌の先生やるようになってから、はい、例えば先生あいみょん歌ってみていいですかとか言われて、はい、なんだそのあいみょんとかっていうのみたいな、その新しい曲とかを拒絶した時もあったけれども、はいはい、でも新しい曲聴くと、あ、今日本ではこういう音楽が流行ってるんだな、流行る理由は何だろうとか考えるのが
楽しいですね、最近は。そうなんですね。ちょっとですね、はい、話が遡るんですけれども、はい、はい、遡りましょう。はい、実は、メッセージとリクエストをいただいておりましてね、はい、ラジオネーム、クスクスさんからいただいてるんですけれども。そんなやつがいるんですか。クスクスさんから。いただいてるんですよ。ずうずうしいやつだな。いただきましたリクエスト曲が、ナンバラケッチーデア。この曲は、ジローさんの世界観が好きです。物語の世界に連れて行ってくれるような。明るくて、楽しくて、争い事がなくて、みんな仲良し。みんな平和を歌うこの曲が大好きです。ということでリクエストいただきました。クスクスーさんのリクエストで、クスクスで、ナンマラケッチーデア。でこのね、ナンマラケッチーデアなんですけど、はいはい、さっき言ったようにそのいわゆるみんなと同じことしたくないっていうの、これがもうまさにそのことなんですけど、はい、例えばナンマラケッチーデアってこれ北海道弁なんですよ。え、はい、本当ですか。はい、ナマラっていうやつ。ナンマラっていうのがナマラの一個上の上級、上級なんですよ。ナンマラ、ナマラはよく聞きますよね。はい、で、はい、ケッチーデアっていうのは、はい、面白いよこれみたいな意味です。だからすっごい面白いね、すごい楽しいねっていうタイトルなんですよ。そうね、で、その頃の僕は、はい、方言に凝っていまして、はい、沖縄とかそうですけど、なんて言ってるかわかんない言葉っていっぱいあるじゃないですか。はいはい、だけどあれって通常の標準語の日本語にはないリズムのアクセントがすごいたくさんあるんですよね。はいはい。例えば、ナンマラケッチーデアとかって言っても、すごく楽しいねに比べて、ナンマラケッチーデアって言うと、すっごい楽しい。なんかリズムあるじゃないですか。リズムあるある。うん、で、その時のジロー少年は、はい、日本語ってね、僕のスクール来ると本当にこの話よくするんですけど、はい、日本語ってね、ダサいんですよ、リズムが。平坦なの。それに対して地方の方言っていうのはすごい今言ったようにリズムがすごくあるから、それをすごい歌詞に使ってた時期があるんですよね。へー、それでナンマラケッチーで、だから北海道の人はね、別に普通にスッと聞いてたと思う。本当ですか。今やってるのはソロとロックバンドスパットっていうのやってますけど、いつの時代もね、やっぱりね、リズムが好きなんですよね。なんか、うん、リズムに、はい、ね、方言の流れからいきますけど、その言葉のリズムにしてもそうだけど、リズムが大切なんですよね。だから、みんな歌習いに来る人は音程をうまく取れないことをすごくお悩みで来るんですけど、まあ俺もそうでした。だけれども、うん、音程があってないことよりも、はい、リズムのアプローチがない歌の方がつまんないんですよね。棒読みになっちゃうから、うん、音程が合ってたとしてもね、うん、なんかリズムはすごい大事なんですよね。そうなんですね。はい、ジローさんのレッスン、私はかなちゃんと2人で一度だけ受けさせていただいただけなんですけれども、はいはい、レッスンを受けた方たちのお話をたくさん聞かせていただいていて、はい、ジローさんはご自分が多分自分の歌を高めるためにいろんなことを勉強していろいろ吸収されたから、うん、教えるのがこんなに上手くなったんだろうなって思って。いや、もう本当に下手だったんですよ。本当にもうね、びっくりするぐらい下手だったんですよ。みずみずしさだけ。みずみずしさだけ。みずみずしさとリズムですかね。うわ、うまいという。そうなんですよ。なもんで、だから、ね、そういう音程の取り方とか、はい、細かいテクニックに関しては、はい、自分のだから苦労してきたことがあるから、だからなるべく分かりやすく、はいはい、簡単にっていうのをいつも、うんうん、考えてやってますね。もうそこがね、習ってる皆さんが、うん、そうですね、以前一番初めに12月ぐらいに一度友達にゲストでいらしていただいた時に、はいはい、最速で教えられるビブラートで、そういうのとかがすごいですよね、うん、なんかこの発案する感じが、うん、そうそう、発明なんですよこれは。そうですよね、うん、発明ですよ、発明。だから、うん、気づかなかった普段私生活でやっている体の動き、声の動きが実は歌のテクニックに、はい、
あったみたいな。その置き換え方のその例えがですね、非常に分かりやすいんですよ。いやいや、そう思っていただいたらいいんですけどね。はい。それで、その最たるものが、はい、二郎さんの YouTube チャンネルですよね。はい、ありがとうございます。いい振りを。いい振りだ。ありがとうございます。だって、いい振りだ。本当に、その、はい、ボイスラバーズの中で、二郎さんが編み出した、はい、そのいろんな方法を惜しげもなく紹介してるじゃないですか。はいはいはい。ね。でもあれ分かってくれたらいいですけどね。分かってくれると思います。なんかね、全然これ悪く言うわけじゃないんですけど、はいはい、俺習ってた時っていうのは、先生が例えば課題曲はマイケル・ジャクソンだったりとかするわけですよ。マイケル・ジャクソン、はい、課題曲で課題曲難しいと思いながらやってたら、例えばね、マイケルはこんな風にやるのみたいな説明の仕方でレッスンを受けてたんですね。はい、で、はい、田舎っぺな二郎少年は、はい、もう教わってるレベルが高すぎて、うん、これをどうやって俺自分の歌に持っていけばいいのかなっていうのがずっと分かんないまま受けてたんですよ。うん、で、その分かんなさも質問の仕方が分かんないから。すべてが分かんなかったから、だから習いに来てくれる人たちには、はい、こういうこと分かんないですよね、きっとっていう分かんないところまで一緒に下がってってあげて、うんうんうん、で分かった上で、うん、でそれってこういうことなんですって一つずつな紐を解いてってあげないと、はい、教わる人ってやっぱりね、どこかに恥ずかしさとか、うん、こんな風に思われたらかっこ悪いからとかってあるじゃないですか、はい、うん、そこをね、うん、これっぽっちも思わせたくないんですよね、うん、でも何かを教える時ってやっぱり少しでも、うん、そっかっていうことを持って帰ってもらいたいじゃないですか。そうなんです。大体ね、うん、授業というのは授かる技って書きますからね。そうですね、そうですよ。授かる技と書いて授業ですから、はい、だからな、レッスンに来ていただいたら、はい、60分の中で一つ、はい、最低一つは何か授かったぞっていう気づきがね、はい、ないとそれはお金払うね価値がないと思うんですよ、はい、もう、でも毎回授かって帰るので、いやいや、帰りだけはもうずっとその録音したものをずっと聞いて帰りますよ。本当に。ありがとうございます。はいはい、いやー、本当に今ね、ソロになってからのお話伺っておりますが、はいはいはい、その新宿ボーカルスクールのこともまだまだお話伺いますけれども、はい、16時代最後の一曲をお届けしたいと思います。はい。はい。二郎さんが今やってらっしゃるスパッドの曲で、ジューシー。それでは17時台も川上二郎さんをお迎えしていろいろお話伺っていきたいと思います。いいんですか？よろしくお願いいたします。お願いします。すいませんね。もうね、今日の私たちのウクレレ時を聞いていただいた皆様はもう川上二郎さんのことがとってもよく分かって、はい、皆さんファンになってちゃうんじゃないかと思いますので、僕の歴史をちょっとだらだらと喋らさせていただいてるんで、すいません。ジローの日ですからですよ。そうですね。甘えさせていただきます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ前半でもね、ソロ活動になってっていうお話少しお伺いしましたが、はい、また続きを教えていただいてもいいでしょうか。はい、はい、ね、ソロになったの27の時なんですよ。はい、で先生になったのも27なんですよね。はあ、そうなんですね。はい、あ。ある日、ライブハウスで、はい、ソロでライブ出てた時に、スカウトされたんですよ。はい、スカウト？あ、うん、はい。はい、学校の先生、ESP ミュージカルアカデミーっていう学校なんですけど、はいはい、お客さんに向かって、はい、俺がこうやってやってんだから、お前らこうやってやるよ、バカ野郎みたいなことを、言ってたんですよね。お客さんの煽りで。煽りで。で、まあ僕のキャラクターなもんで本気で怒るんじゃなくて、うん、バーコやろみたいな言い方してたんですよね。そしたら、はい、ある方がそれを見ていて、はい、うちの学校はお堅い先生ばっかりだから、はい、君のようなニュアンスで教えてくれる先生が欲しいから来てくれって言われて。すごい。歌じゃないとこだったんですけど。いや、それで、じゃあ、それで、うん、それからね、20年働いたんですよ。それで、そこで歌を教えることとかっていうのをたくさん学ばせていただいて、はい、で、そのね、教えた子の中には、EXILE の淳とか、
それからワニマのケンタとか、はいはい、うん、そういう子たちがいます。そうなんですよ。で ESP ってすごく有名ですもんね。そうですね、はい、でその後 ESP 辞めてから TSM とか ABEX、はい、あの、はい、音楽学校とか、はい、いろんなところをあのこう、一人でいろいろ渡っていきまして、でもう自分のところに絞ってやろうって言って今一人でやってる感じですね。だから歌教えて今もう23年4年ぐらい。うわ、そうなんですよね。それで新宿ボーカルスクールで今3年目って感じなんですか。そうなんですよ、そうなんですよ。まあでもソロは、あの、クスクスムイトボニートを経て、はい、まあ音楽性はもう音楽ジャンルは関係なく、うん、あのとにかくポップでキャッチーなことをやりたいと思って、はい、僕の音楽作る時の一番の目標は、はい、一度聴いたらもう絶対聴いた人が覚えることっていうあの決まりが自分の中であって、そうじゃない曲もあるんですけど、はい、その勝負曲みたいのは、はい、それで、曲作る時の自分なりのルールがあって、はい、メロディーが思いついたらまずコードを取るんですよね。はい、だからあこういうコード、こういうコード進行か、なるほどなるほどって何回か歌ってみて、はい、何にも録音せずに寝るんですよその日は。はい、で次の日朝起きて、はい、覚えてたら合格。わおそう、毎回私たちの番組アーティストさんいらっしゃるときに、はい、歌の作るのにどういう感じで作りますか、うん、みたいなのを聞いてるんですけど。まあ、まさにそういうことを聞きたかったんですけど、今。そう、だから、脳裏にどれぐらい焼きつくのかっていうのが勝負で。なるほど。そうなんですよ。でね、曲作る人って、これみんなそうだと思うんですけど、自分の頭の脳みその中に蓄積されたコード進行の中でみんな作ってるんですよ。はいはいはい。自分にないコード進行でなんか作れないんですね、ほぼ。ね。うん。で、まあ、芸歴長いもんで、いろんな曲を作ってきました。はい。そうすると、頭の中で流れてるコード進行ってまあまあほぼ一緒なんですよ。うんうんうん、例えば桑田さんとかもそうですよね。はい、桑田さんの曲コピーしてみると、はい、またこのコード進行、またこのコード進行。本当にそうです。そう、だけどすごいいい曲ですよね。そうなんです。そこがすごい。違うんですよ。そう、全然違うけどコード進行一緒なんですよね。そうなんですよ。で僕の場合はまあ、はい、数少ないコード進行も使い果たしているので、はい、そんな時はコンビニとか、はい有線放送が流れてるところに行くんですよ。へえ。それでなんか流れてきたいい曲を頭の中でキャッチして、はい、でそのコード進行だけ頭の中でキャッチして、はい、店を出てしばらく散歩して頭の中で作って、はい、家に帰ってコードを拾ってみるみたいなのをよくやりますね。だから出先でよく作ることが多いです。コードはそうだとしても、うん、ジローさんの書く詩が、うんうん、結構すごいじゃないですか。どこからこれ来るんだろうっていう。そうっすか。いっぱいあります。うわーっていうところがいっぱいあります。いやでもね、もう15歳ぐらいから曲作ってますから、はい、もう30年以上作ってるわけですよね。はいはい、なので、はい、あのね、もうこれはこういう言い方するとなんか冷めた言い方に聞こえるかもしれないけれども、はい、もう書きたいことはすべて書いたんですよね、俺。ほー。はい、なんかこういう歌詞を書いてみたいとか、はいはい、こういうことをやってみたいっていうのは作曲はまだまだあるけれども、はいはい、歌詞に関しては、はいはい、もうほぼほぼ書きましたね。なるほどね。で書いた僕はどうしたかというと、はい、今スパッドというバンドやってますけど、はいはい、それはほぼ英語でやってます。なんかそうじゃない、なんか歌の楽しみを見出したくて、はい、そうなんですよ。日本語の歌詞はもう随分書いてないですね。はい、いろいろ聞かせていただいてるんですけれども、はい、大好きな女の子に対しての男の子の気持ちが書いてある歌詞を、うん、恥ずかしい恥ずかしい、めっちゃキュンキュンしちゃいますよ。例えばそれは何ですか。例えば夜の空にバレたこととか。ああ、そう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 。ね、もうそういうなんかね、そのラブラブな時な。うわ、ラブラブな時だったんだ。はい、ありますよね。まあ、ラブラブの時だったんだろうなと思いながらこう聞きましたけど。なんかね、うん、どっちにしても、はい、それはどのバンドやっててもそうだし、どのソロの作品でもそうだけど、はい、その主人公は20代中盤か30代前半の
なんだろうな、ただがむしゃらに恋愛するではなくて、恋愛をそろそろ上手にしたいなとか、かっこよくおしゃれにしたいなって思っていた時の自分のあれなんですよね。なるほどね。ただこうむさぼるだけじゃない愛みたいのを、そうそう、ちょっと駆け引きもありつつみたいな、そう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 、ね、そういう恋愛が楽しいなと思った時の、はいはい、うん、感じですよね。垣間見えてますよ。恥ずかしいな。そう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 、こうやって紐解くと、なかなか本当にちょっと恥ずかしいものですよね。恥ずかしいですね、こうやって改めて言われると。そうだから、これ、ね、いつの時代なんだろうとこう見ながら見た、うん、何歳ぐらいねみたいな。そうですね。やっぱり二郎さん本書いてください、はい、本書いてください、ね、曲にまつわるエピソードとか、はい、それも含めて、はい、そして、うん、できることならまたそれに二郎さんが歌った音源もつけた、もう豊作プロジェクトで、豊作プロジェクトで出しましょう。あ、北さん、リクープラインが厳しいからな。やっぱり曲作りにもいろいろな物語が秘められてるものですね。だから、さっきのその出先で作るっていう話じゃないですけど、はい、だから俺の iPhone の中には、はい、録音メモみたいのするアプリあるじゃないですか、はいはい、ありますね。あれに、街中で歩きながらレレレレって歌ってるやつがいっぱい入ってます、はい、それを時々聞き直して、はい、あ、この曲いいじゃんとか、はい、やったりとかもしてますね。まあ俺今年の10月で50歳になるので、はい、50歳記念アルバムをね作りたいなって思ってるんですけど、はい、でもね、このコロナの時にやりゃいいじゃないですか、はい、全然やってないんですよね。いろんな他の曲は作ってましたが、はい、自分の曲は作ってないですね。それは何かわーって作るときはわーってできちゃう感じですか？いや、題材です。あ、このコンテンツに対して曲を作りたいとか、この人たちに自分の作ったメロディーを歌ってほしいとか、思いが溢れた時にやっぱできるんですよね。あ、そうじゃない時はなんかやっぱりなんかあんま浮かんでこないしね。だから職業作家さんって、はい、作曲家の方ってすごいなと思いますよ。だって自分のマインドと関係なくいい曲作んなくちゃいけないんだもん。俺だから普段アニメのね、コンテンツの声優さんが歌う、はい、まあ 2.5 次元のライブとかあって、はい、それのボイストレーニングとかもやってるんですけど、その人たちは毎月のように新曲が上がってくるわけですよ。で、それ聞いてるとね、はい、あ、プロの人の作曲ってすごいな、こんなのなんでバカスカできるのみたいな。昔のアイドルの皆さんってそうだったじゃないですか。本当にしょっちゅう新曲が出て、それを作ってる人たちっていうのが、うん、ほぼ同じ作詞家さんと作曲家さんだった時代がありましたよね。やっぱその方たちってやっぱりすごい方たちですよね。俺だから小さいながらに、うん、はい、ピンクレディを見ながらね、はいはい、毎回だってサウスポーだ、モンスターだ、なんだって。で、次何来んのかなっていつもワクワクしてましたもん。してましたよね。まさか透明人間の歌歌うと思わないわけじゃないですか。次透明人間なのみたいな。本当ですよね。うん、すごいワクワクしてた、あの時。そういう、うん、本当に驚きがありましたね。うん、覚えてますよ、ベスト10で、うん、はい、消えます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 って言って、本当に消えた時に、うわーって言いましたもん、俺。テレビから。ね、うん、ちょっとって、日本中の子供たちがわーって言ったと思いますよ、ね、うん、だってすごいですよね。そんなことテレビで起こったことなかったでしょ、あの時は。なかったですね。じゃあここでね、はい、リクエスト曲本当に今回たくさんいただいておりまして、はい、またご紹介させてください。はい、はいはい、ラジオネーム千歳優子さんからいただきました、はい、リクエスト曲は青青なんですが、はい、こちらはいつも二郎さんの歌に力をもらっています。これからも歌い続けて世界を救ってくださいということです。そんな大きなテーマですか。答えられるかな。ますよ、はい、ますよ。それからもう一ついただいております。はいはい、ラジオネームひろめさんから、はい、昨年9月の夜音打ち上げのクロッシングライブで初めて
聴いてすっごく好きな曲になりました。次郎先生のレッスン受けたらもっと好きな曲になりました。C2-1 次郎ということでタイムマシンリクエストいただいております。もうねすんません本当にいいんですかこんなに川上次郎祭りで。いいんですよ、祭りですから今日は、はい、今日はもう次郎デーですから。ありがとうございます。お前の皆さん、はい、お前の皆さん、世界の皆さん、すいません。それではここで2曲続けてお聴きいただきましょう。青青、それからタイムマシンです。どうぞ。ありがとうございます。はい、まあ、このように僕はあのレゲエとか、はい、レゲエとかそれからねモータウンサウンドが好きなんですよね、はい、今は、うんうん、なのでその辺をねあの自分なりの、はい、あのアレンジの仕方でやっています。そうなんですね、はい、今回たくさんリクエストもいただきましたし、はいはい、メッセージもいただいてるんですが、はい、ちょっとね面白いメッセージも届いてるので、はいはい、面白い、はい、読ませていただきたいと思います、はい、お願いします、はいはい、ラジオネームひろゆりのひろさんからいただきました。はい、ハニベリのかなちゃんゆりちゃんこんにちは、はい、こんにちは。いつも楽しく放送アーカイブで聞いています、はい、今日はジローサンデーなんですよね。私は今月から次郎さんのボイトレを受けています。まだ2回ですが毎回本当に楽しく、こんな私にも真剣にレッスンしてくださる次郎さん本当に感謝しています。当たり前じゃないですか。何言ってんですか。何言ってんすか。歌うことがより好きになりました。はい、これから私なりに一生懸命頑張りたいと思っています。ここで次郎さんに質問です。はい、次郎さんはとてもお肌とかに気を使われていると巷の噂で聞きましたが、今一番おすすめのスキンケア商品は何ですか。はい、教えていただけたら嬉しいです。すごいな。では初めてですよ。これからもよろしくお願いします。ハニベリのゆりちゃん、かなちゃんもウクレレ時これからも頑張ってねとメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、実はね私たちもそこ聞きたかったんですよ。うん、そうなんですよ。あの、ね、来る前からちょっと聞きたいことあるよねっていう話の打ち合わせをしてた時に、はい、いやちょっとスキンケアもうちょっと詳しく聞いときたいよねって話で、なんかね銘柄確認したいなって思ってました。ですね、はい、あの半身浴または、はい、あのお風呂に長い時間使って出すっていうのが前提なんですけど、はいはいはい、あと、はい、角質ポロポロをやってます。角質ポロポロね。3日に1回ぐらい。3日に1回。はい。あと、で、顔に塗り込んでるのはこれです。はい、おニュートロジーナ。ニュートロジーナ。はいはい。ニュートロジーナ。わ、はい、かります、はい。これはね、なんかね、うん。なんかね、塗ると肌になるんですよね。海外旅行に行くと、みんな、あの、免税店で買ってきてって頼むものでした。うん、でもね、基本的に、うん、あの、なんだろう、化粧水乳液みたいなことはやってないですね。それが2つが一緒になってるやつをバンバンバンって顔に叩いて入れてる感じです、ね。だから、角質ポロポロは、うん、あのピーリングですか。何を使ってやってるんですか。多分3日に1回やるって結構お肌しっかりしてないと、うん、あれですよ、あの薬局に売ってる黄色いボトルのやつですよ、普通の黄色いボトル。あとで探しておきます。あの薬局行ったら角質ポロポロっていうコーナーがあったら必ず黄色い透明なやつ置いてあるじゃないですか。顔用メイク落としです。あ、メイク落とし、うん、メイク落としの角質ポロポロあるじゃないですか。多分2種類か3種類ぐらいしかないと思うんですけど、黄色いやつ、黄色いボトルですか。まあ、でも俺にスキンケアを聞いた人は初めてですけどね。本当ですか。でもね、きっとこれでヒロさんは納得してると思います。いや、ジロ先生の対面レッスンを受けてる女子はみんな思ってると思いますよ。あ、そうですか。はい、みんな聞きたいけど今まで聞けなかったよね。そうですそうです。だって割と近い状態で、ね、うんうん、お話ししたりするじゃないですか、うん、うわジロ先生肌綺麗って思ってる自分は多分見られてるんだろうなと思いながら。そんなことも下がろう。ちょっと下がろうみたいな。ラジオをお聞きの皆様、今日はね、はい、もう思いのほかちょっと不思議なところまで次郎さんからいろいろ教えていただきましたね。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここでねリクエスト曲いただいてるのでご紹介させてください。はいはい、ラジオネーム言葉は人を救うさんからいただきました。なんて大きなテーマの人なんだ。ね、リクエスト曲は、はい、今日はなんていい日だ。
リクエストいただいてるんですね。はい、はいはい、リクエストメッセージ読ませていただきます。はい、小学生時代にこの曲に出会いました。私はとても幸せとは言える子供ではありませんでした。でもこの曲に出会い、この歌詞に衝撃を受けました。曲のタイトルは今日はなんていい日だなのに、最後の歌詞は今日もなんていい日だと書いてあるんです。この今日はと今日もって言葉の違い、たった一文字でこんなにも言葉の意味と重みが違うのかと思って、だからこれから言葉を大事に使おうと思わせてくれた曲でした。嫌なことがあっても暗示をかけるかのように、毎日今日もなんていい日だ、今日もなんていい日だっていうようにしました。そうしたら本当に毎日がいい日に思えて、次郎さんのおかげです。ずっとずっと次郎さんの歌詞に助けられてきました。うん、ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。すげえな。すごいですね。すごい。大丈夫ですか俺で。すごいですね。すごいですね。いやー、こういう歌詞を書いてましたね。これね、友達が、はい、交通事故でちょっと死にかけた時に、はい、涙を流しながら書いた歌詞なんですよね。はい、あ。で、北海道の友達だったもんで、急に帰れないし、自分はもうレコーディングがあるし、はい、仕上げなきゃいけないから帰れないけど、はい、今のこの気持ちを歌詞として絶対残さなきゃダメだって言って書いたんですよね。そうだったんだ。はい、あ。だからその思いがこの曲には知らず知らずに込められたんですね。そうですね。そしてそれを聞いた言葉人を救うさんはそれに助けられたんですね。よかった。いやでもまあ、そういう歌詞を幸いなことに書かせてもらえたけれども、はい、やっぱり受け取る人がどんな風に受け取るかが全てだから、はい、うん、それは僕がすごいんじゃなくて、そういうピュアなマインドで受け止めた聞き手側の人がすごいんだと思います。そうですよね。うん、同じ言葉を発しても、その言葉を聞いた人のその時の気持ちで全く違うものに聞こえますからね。そう。だから今日はと今日もの違いっていうのも、その人にとってはすごく大きなことだったから、やっぱり響いたわけだから、それは僕だけの力じゃなくて、聞いた人がちゃんと想像してくれた力です。そうですね。いや、嬉しいな。はい。その、今日はなんていい日だを皆様にお聞きいただきたいと思います。はい、川上次郎さんで、今日はなんていい日だ。ありがとうございます。ありがとうございます。これは、はい、セルフカバーで作った、はい、アンネコっていう自分のアルバムの中から聴いてもらったんですけど、このアルバムはね、ギターからベースから歌からコーラスからなんか全部自分でやった。セルフなんですね。そうです。全部セルフで。クスクスの時の曲ですよね。そうです。それをセルフカバーで、はい、やってみたんですけどね。まだこの CD って購入できるんですか？できます、できます。あ、そうなんですね。これすごいですよ。もう全部僕が手作りで作ってますから。はい、もうジャケットを畳むところから入れるところから送る時の、封筒に住所書くのも全部自分で。ジローさんの字で送られてくるんですか？そうです。そうですね、もう完全なるインディペンデントなの。はい、次郎さんのこの CD、購入したいなっていう方は、次郎さんのショップ、オンラインショップで購入できるんですよね。そう、ベースで、はい。はい、そうです。では、そのリンクも、ウクレレ時のブログの方に書かせていただきますので。ありがとうございます。ね、皆さん今日聞いて、はい、あ、買っとかなきゃって思った皆さんは、そちらの方から。もうね、悲しいことに、ソロのファースト、セカンドはもう廃盤なんですよ。はい、そうなんだ。だから今、手元にあるだけなんですよね。そうなんですよ。皆さんお急ぎください。ね、なので、まあ、興味ある方は、はい、ぜひ。そうですね。はい。あとですね、はい、番組の中でもいろいろお話が出てきましたけれども、新宿ボーカルスクール、今、オンラインレッスンも絶賛
やっております。だいぶ慣れてきましたよ、はい、この間もハワイともやりましたからね、全世界を渡りかけて素晴らしい、はいはい、なのでオンラインレッスンのお問い合わせも、Facebook ですとか SNS の新宿ボーカルスクールのサイトの方とか川上二郎で探してもらえれば、はい、そうですね、ぜひぜひ、はい、はい、私も通っております。はい、はい、そして6月からは今度はまた対面でねレッスンも少しずつ、もうようやく再開したいなと思ってるんですけど、大丈夫ですかね。ねえ、できるといいですね。でもまあ、うん、あの曜日を決めて、はい、この曜日はオンラインの日、はい、この曜日はスタジオで対面でやりますっていう風にしようと思ってるので、はいはい、そうですか、はい、じゃあこれから先も遠くの方も二郎さんのレッスンは受けられるんですね。そうです、世界中、わ、はい、よかった、素晴らしい、よかった、ありがとうございますよかったですね はい、今日はね本当に二郎さんの、はい、ちょっとなんか川上二郎祭りすぎませんでした、ね、大丈夫ですか。いや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 、最高です、いいんですよ、二郎の日ですから。もう喋りすぎました、ちょっと反省してますなんか次に二郎の日いつかなと思ったらちょっとしばらくないのでそうですね、しばらくないので、いや、やっとこうよって話になりまして。そうなんです。そうか、火曜日に二郎の日が、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。あの、私たちこれから、川上二郎さんプロデュースで、はい、ウクレレカバーズ2020レコーディングをしていくので、はいはい、この2020のことをご紹介する中ではまた二郎さんにちょっと来て、はい、スタジオに来ていただく日もあるんではないかと思います、はい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 、まだまだね、あの今始まったばかりのプロジェクトなので、私たちはずっと多分毎週のように二郎さんにお会いすることがいや、そうですよ、多くないと思いますし、うす、ね、もう去年から引き続きね、はい、そうですね、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんな光栄なことはないですいや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 、とんでもないですよ。よろしくお願いいたします。今度はあのスタジオね、はい、また行かせていただくんで、はい、ちょっと狛江のなんか探索行きましょうよ。行きましょう、はい、行きましょう行きましょう、はい、ぜひね、はい、うん、楽しみにしております。いろいろあるらしいんですよ狛江。そう、そう、それでスポンサー見つけてそうです、そうです、もうガンガンやりましょうよ、ぜひぜひ本当によろしくお願いいたします。やりましょう、お願いします。はい、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。本日のギフトボックススペシャルのゲストは、はい、川上二郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本日川上二郎さんのスペシャルをお届けしましたけれども、今日の最後の曲ですね、私セレクションになりますが、川上二郎さんソロになってのファーストアルバムウォーターの中から創造の青。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AIDASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。今日はですね、あの川上二郎さん特集ということで、私たちほとんど登場しないという形でやっておりましたが、はい、あのここで、先月と今月、はい、私たちの番組にメッセージとリクエストをいただいた皆様に土門英明さんの CD をプレゼントさせていただくという最後のインフォメーションですね。あ、そうですね、はい、はい、今日までにメッセージリクエストいただいた皆様に、来月抽選をして5名様に CD プレゼントさせていただきます。はい、はい、それからもう一つインフォメーションございます、はい、私たちが大変お世話になっております吉澤美幸さん、5月の22日に
楽しく始める気まぐれ猫ちゃんズの塗り絵レッスンという新しい塗り絵本が発売になりました、はい、こちらはコスミック出版さんから、出版されたんですけれども、現在ですねクリーマの方でこの出版記念パーティーオンラインなんですが、その出版記念パーティーの、チケットがついているスペシャルセットが販売されておりますので、ご興味のある皆様ぜひクリーマをチェックしてみてください。とっても可愛いんです、はい、そしてなんと、みゆきさんから私たちのこの番組ウクレレ時に塗り絵本を一冊プレゼントしていただきました。わお、はいはい、ですので6月7月にメッセージリクエストをいただいた皆様に、プレゼント抽選で1名様ですがプレゼントさせていただきたいと思います。はい、はい、豪華ですね。豪華ですね。はい、はい、さあそれでは、はいはい、私たちの番組にメッセージをいただく方法をちょっとお話ししておきましょうね。はい、お願いします。ハニオンベリーのフェイスブックページにまずメッセンジャーでお送りいただく方法と、そしてハニオンベリー公式ページにメールフォームがございます。このメールフォームからもお送りいただけます。そしてインスタグラムはゆりアンダーバーハニオンベリー、ツイッターはハニーオンベリーでお送りいただけます。ネットで検索していただくときにはハニーベリーウクレレという文字で検索していただくとすぐに出てくると思いますので、ぜひメッセージリクエストお送りください。はい、コマラジにお送りいただく場合にはチューズデーアットマークコマエドット FM、 チューズデーアットマークコマエドット FM、メールタイトルには必ず番組名のウクレレ時を明記してください。どちらからいただく場合にもラジオネームをお忘れなくお書きください。今日ねたっぷり2時間かかり地蔵さんスペシャルをお届けいたしましたが、はい、いかがでしたでしょうか。ね、皆さんいかがでしたでしょう。はい、ぜひ ね今日の番組を聞いて感想をお寄せいただけたら嬉しいですね。はい、嬉しいです、はいはい、たっぷりねアイドル時代の話から、はい、現在のね新宿ボーカルスクールの、スクールのお話から、そして私たちが今関わっております、はい、ウクレレカバーズ2020、そうですね、カモンレコーズ、はい、お話までたっぷりお届けいたしました、はい、先ほどなんですけれどもこちらで流しておりました曲の方が途中で切れてしまいました。大変申し訳ございません。また改めてその曲は後ほど で、かけさせていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、来週は私たちスタジオに戻れるのかな。多分戻れると思いますよ。はい、それでは、はい、今日もこの曲がかかりました。はい、それでは今日もデイジー・ダブユキさんのレレハッピーデーに乗せまして、今週お誕生日を迎える皆様にお祝いをお届けしたいと思います。はい、5月の27日飯田のすーちゃん、あ、すーちゃんおめでとうございます。そして大阪の座長、座長お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。それから辻雅恵さんお誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。それから水さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。5月の28日あかりんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。秋山由香さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。5月の30日南雲拓也さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。5月31日ちえちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そして私たちの愛するディレクターヒロさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。イエイ、それから土屋美穂さんお誕生日おめでとうございます。います。それからまみちゃんお誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして、次女かりん先生お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。それからめぐちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。あしぞうさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。てるみさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そして6月1日なおちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今日もたくさんの皆様にお祝いのメッセージお届けいたしました。私たちのウクレレ時では皆さんへのお誕生日のお祝いメッセージも募集しております。はい、はい、来週のゲストさんは、はい、ゆいれれさんをお迎えいたします。はい、素敵な女子生のユニットですよね。はい、そうなんですよ、はい、とっても素敵なね、はい、ウクレレユニットですので皆様ぜひどうぞお楽しみになさってください。はい、はい、この番組は豊作プロジェクトの公演でハニーオンベリーのゆりと花がお届けいたしました。ハニーオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から18時までの放送です。
来週はスタジオに戻れるかもしれません。そうですね、はい、はい、それでは来週はスタジオのくれれ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。